もともとじゃないですか。なるほど。はい、だってこれここ。ここあのこれ水平になるんでこれ多分股関節柔らかくないとできないんじゃないですか確か、はい、こんな感じなんで多分できないですよね男の人とか、はい、こういうのうつた翼のルーキーレッスンスタンスは、まあ、ボールにセットして自分が振りやすいなと思う幅で肩幅よりは広いですね。本当多分 YouTube とかで他の人がというか、まあ、教科書みたいな感じだと下半身がとか言うんですけど、まあ、僕は結構手で上げるじゃないですけどを意識してテイクバックは上げてますね。結構下半身で上げるってよく言うんですけどじゃなくて僕は結構手も使いながらあんまり下半身ばっかり意識しすぎてもあんまり良くなかったんで、で腕もちょっと意識したら良かったんで僕はそういう感じでやってます。トップの位置は僕は高くて浅めっていうのが僕のトップの位置です。ダウンスイングは切り返しで右足を踏み込む下に踏み込んでいくっていうのを意識してあんまり蹴っちゃうと浮いちゃうので手も浮いちゃってミスにつながりやすいので右足を踏み込むっていうのを意識してます。蹴っちゃったら体も全部、はい、浮き上がるので腕もこう浮いて右に行ったりフェースが返ったら左に引っ掛けたりするので右足を踏み込む。インパクトの瞬間は本当もう自分が打ちたいところにしっかりフェースを向ける意識を持ってやってます。フォロースルーは僕は左足を回して左膝を回して旋回していって下半身が止まらないようにっていうのを意識していてもうどこに抜くかっていうのはあんまり気にせずに意識して左の膝を意識して打ってますね。で左の膝を回して腰が回ってあげると手元も浮きにくくなるのでやっぱり止まっちゃうとどうしても浮いちゃうのでフィニッシュはもうさっき言ったのをつなげていってもあとは自分がスッと気持ちいいところに取るだけです。僕はあんまり振り切ってフィニッシュで止まるっていうのは、まあ、あんまり昔はあったんですけども本当最近は特にないので、まあ、そのフィニッシュの形っていうのはあんまり気にしなくてもいいのかなと僕は思ってます。ホームランバッターってこう行くじゃないですか右がと一緒ですね、まあ、それが前傾したっていうだけで、まあ、そこから左の壁を作るっていうのが多分主流だとは思うんですけど壁を意識することなくもうそのまま左の膝を旋回させていっても一緒に回っていくっていうのがまあ僕の今のスイングですね。まあだから GG スイングってあったけど、まあ、それを真似してるじゃないけど壁作らずにそのまま回していくんで。でしょ、こうめっちゃいくでしょ。村上とかも多分めちゃくちゃ柔らかいはずです。これ水平になるんでこれ多分股関節柔らかくないとできないじゃないですか確か、はい、こんな感じなんで多分できないですよね男の人とか、はい、こういうの